一昨日、まあ、夏至ということで、まあ、これからだんだん日が短くなるというそんなあのことになりますけれども、今年の梅雨は比較的、まあ、今のところ穏やかだということで安堵しているんですが、まあ、これからどういうふうになっていくのか、まあ、非常に心配だと。特にあの壬生川の支流の山室川、こちらの上流が崩れていて、国の小立沢は大変なあの白濁をした水を、供給をして天竜川本線下流までその影響が出ているということであります。今国と県とそれから私ども、どういうことができるのかということを現地視察をしながら見ているという状況であります。それではあの今月の記者会見ということで、進めさせていただきますのでお願いいたします。まずあのエコバッグでありますが、まあ、伊那市では稲から減らそう CO2 ということで、あるいは脱レジ袋、そうした取り組みを鋭意やっております。そうした中で、7月の1日からレジ袋ほかそうした包装のものが有料化ということになりまして、まあ、コンビニ特にコンビニなんかでは、レジ袋有料化またあのエコバッグに変えていくということになります。で、伊那市ではあの、こうした折りたたむと小さくなる、こうしたあの常にこう身につけていられるようなものを作りまして、で広げるとまあ、こうした大きさですね、ちょっとこんな大きさで、ここにあの稲から減らそう CO2 というちょっと小さいんですけども、こうしたロゴが入って、これを常に持ち歩いてもらって、コンビニなんかでもこうしたもので買い物してもらおうと、まあ、コンビニだけではないんですけど、まあ、そうしたことを、まあ、生活の中に取り込んでいこうというこうしたあのことを始めていきます。でこれ無料でお配りをするということで、まあ、コンビニに置くということも一つの手なんですけども、例えばあの高校生とか、まあ、そうした生徒の皆さんに意識づけをしていくようにお渡しをする、まあ、あるいは消費者の会とかですね、そうした皆さんにこういうものを使ってもらうとか、まあ、いろいろなあの使用場面がありますので、全部で3500でしたっけ作ったのは。そうだね、4000まで作りたいと思います。はいはい、で予算の範囲でということなんですけども、まあ、4000ぐらいこれを作って、市民の皆さんにお配りをするということで、レジ袋をどんどんと減らしていきましょうというそんな取り組みの一環です。で、まあ、今普段スーパーマーケットに行くと大体の皆さんはエコバッグを持って買い物をされています。で私も車にいつも入れておいて、行くんですけども、まあ、そうしたことがだんだんこう定着をしてきているなと思うんですが、一方でやっぱりコンビニとかですね、違う、あの量販店とかああいうところに行くときはどうしても持っていかないかなという気がしますけども、まあ、こうしたものであればポケットに入れて、そしてあのそこで、出してで買ってくるということができるので、まずこれの配布については4月の1日からなんですけれども、あの市内の27あるコンビニエンスストア、ここであの無料の配布を行う予定であります。でこれは午前10時からということで、ありますが、まあ、ただあの持っていくだけではなくて、そこで入れて持っていってもらうというふうにしないと意味がありませんので、まあ、そうした取り扱いについてもセブンイレブンとかファミリーマートとかローソン、まあ、こうしたところにもお願いをしていきたいと思います。それから今あのというか今後なんですけども、まあ、高校生による啓発活動啓発運動をこうしたことと、それから小学生を対象にして行われるエコツアー、こうした時にもこうしたバッグを配布をしながら普及を図っていきたいということであります。で、あの高校生についてはあの啓発活動今学校と調整中でありますが、またあの賛同いただいて取り組みをしてもらえるようなそうしたサークルとか、
まあ、クラブ活動等があれば、そうした皆さんと一緒にコンビニ等で、そうし、まあ、啓発活動を行いたいという予定であります。まあまあ、後ほど話をしますけど、こうした木のものだとか、またレジ袋の件にしても、また競技にしてもですね、すべて稲から減らしていこうという、CO2 を減らしていこうという取り組み、それから使い捨てのプラスチック、これを、使い捨てでないものに変えていこうという取り組み、さらには生ごみをゼロにする食品ロスの取り組みと、まあ、いろんなことを、まあ、進めていくと、掛け声だけではなくて実際自分たちの動きの中でこうした形をきちんと数値化していこうという、まあ、そんな取り組みでございます。次が伊那市役所とそれから長谷総合支所における、信州産 CO2 のフリー電力の活用という話をさせていただきます。これ伊那市ではこの6月の1日から丸紅未来電機株式会社から長野県企業局の、水力を活用した、信州産 CO2 フリー電力、これの信州グリーン電機というものを調達をして伊那市役所本庁舎それから長谷総合支所庁舎において、活用をしております。でこれまでも伊那市では50年の森ビジョン、また田舎で減らそう CO2 伊那市二酸化炭素排出抑制計画によって再生可能エネルギーの導入と普及を通じて、まあ、さまざまな取り組みを進めてきております。また3月には第2次の伊那市環境基本計画に、まあ、伊那市地球温暖化対策地方公共団体実行計画というものを合わせて策定をし、まあ、さらなる地球温暖化対策に取り組んでいるという状況であります。で、まあ、伊那市は昨年度から、丸紅未来電機株式会社から伊那市への公共施設電力の供給を受けております。またグループ会社であります丸紅新電力が電力を調達をして丸紅伊那未来電機を経由しながら伊那市へ供給されるという仕組みとなっております。まあ、これを機に再生可能エネルギーの導入そうしたことをさらに普及していきたいということ、ひいては地球温暖化対策というのを進めてまいりたいという考えであります。昨年の台風19号にしても非常に猛威を振るって、でまたその1ヶ月前の台風15号も、千葉県房総半島ここを襲って、まあ、大変な被害をもたらしました。かつてない、まあ、未曽有の、まあ、強風が吹き荒れたということ、また19号にしても、まあ、スピードがゆっくりだったために雨量が各地非常に多かったということ、まあ、これによって河川の決壊等があって、まあ、非常な被害が発生しました。でこの原因というのは全て地球温暖化であります。地球温暖化によって、そうした気温の上昇、それによって気候の変動がもう危機的な状態になっているということでありますので、まあ、今後ともこうしたことが頻繁に起きるだろうということを考えているわけでありますが、とは言いながらも温暖化を進めないためにどうしたらいいかというと、やはり CO2 の発生を抑制すると、まあ、化石燃料を使わないそうした生活に近づけるということが重要だと思っておりますので、まあ、伊那市から伊那市私たちが身近なところでできることからきちんと対応していこうという取り組みの一環であります。これが先ほどのエコバッグにしても今回の電力フリー、CO2 フリーの電力、こうしたことも合わせてお話をさせてもらいました。続きまして、この前にあります木製のカップホルダーでありますが、今年の4月から第2次
伊那市観光基本計画がスタートいたしました。でこの環境基本計画の重点プログラムとしては、伊那から減らそう CO2、 進めようプラゴミの削減、始めよう食品ロスの削減と、この3つを推進をしております。でこれまで、競技などの、まあ、代替製品の提案と、また使い捨てプラスチックの削減にも取り組んでいるところであります。で今回会議等で使いますペットボトル、それからプラコップの代わりに紙コップと木製のカップホルダー、これを利用を促進していこうということで、地域産材を利用した2種類の木製カップホルダーを作成をいたしました。例えばこれ蓋付きのカップホルダーの、これは紙です。でこれが熱伝導といいますか、熱を伝えにくい紙製、木製で、これで温度の低下を防ぐということで、これはヒノキを使っております。ヒノキ、これは神田さんのヒノキです。それからこちらがですね、冷めにくいといいますか、これは桜です。桜、これで飲めるということ、また置いても冷めない、こうした2種類のものを市内の業者2社で製作をしてもらって、これをまた普及させていこうと。でこれから夏にかけて、どこの家庭もそうなんですけども、ペットボトルの消費というのは非常に激しいわけであります。もう1日に2本3本飲む方も当然いますし、その都度そのペットボトルがゴミとして、再生できるとは言いながらもゴミとして発生をしていくと、そのことが日本中で起きているというのは現実です。 できればマイボトルというか、そうしたものを持ち歩いて、でまた会議なんかではこういうもので、ペットボトル等の、プラスチック製品の使用を減らしていくということもやっていかなければいけないわけでありますので、これもいなしから始めていこう、小さくてもいいからやっていこうということで、作成をいたしました。で、これからいなしにおける会議についてはペットボトルも出さないと、そしてプラコップも使わないということを徹底をしていきたいと思っております。でその代わりに、こういうもので、対応をしたり、また水等についてもこのガラスは何回も使えますので、こうしたもので対応していくとか、使い捨てのプラスチックオンリーというか、プラスチックの世界というのを早く変えていきましょうという取り組みをしているところであります。ちなみに値段ですけども、両方ともこれも1つ2000円ということですが、これも全部手作りです。で地域の材を使って、非常にぬくもりのあるものとして、できておりますので、また後ほど見ていただければと思います。それからもう一つ定例になりましたけども、山ぶどうワインの今日の話をしますが、その前に私の方から全体を通じて話をさせていただきたいと思います。まずオンラインセミナー、この時代なかなか都会から、あるいは都市部から人を呼んで、いろんな現地を見てもらって、意見交換をするとか、で私たちも都会の方に行って、そうした呼びかけをするというようなことは今できない状態になっております。でその代わりオンラインを使っていろんな移住とか、あるいは先日は長谷で農ある暮らしのセミナーもやりました。たくさんの100人近い方がお見えになって、というか、オンラインでつながって、農業のこと等についていろんなこう意見を交換したりしたんですが、これは稲谷に移住をしている方々と都会にいる皆さんと結んで、いろんなセミナーを行うということであります。で、ゲストに稲田に移住をして1年経った移住者3人、それから違った環境に住む3人が、同じなんですけども、
まあ、移住者がどうして伊那に住むようになったのか、それからそうした皆さんと面談形式で、まあ、セミナーを行うということで、6月の27日の土曜日午後1時から3時30分まで、一部二部に分けまして、まず一部ではZoomを使ってセミナー形式を行うと。でゲストの方、まあ、三者三様いるんですけれども、そうした皆さんに、まあ、本音を聞くということ。でそれから第二部ではリモというものを使って少人数の面談形式、ゲストと移住相談窓口担当に、まあ、自由に相談するというような、そんな企画をいたしました。まあ、今までもオンラインセミナーの実施をしてきておりますが、まあ、全部で今まで9回やっているんですね。4月の5日参加者35人、4月の23日参加者67人というのは、まあ、都度参加者の数は違うんですけども、いろんな皆さんが移住を考えている、都会にいる皆さんが、まあ、ストレートにいろんな疑問をぶつけたりするというようなオンラインセミナーを行う予定であります。それから令和7年の主な行事でありますが、まあ、高遠美術館、まあ、ようやく始まるんですけども、まあ、郷土作家中村不折秀穂細貝秀国、また江崎康平、こうした皆さんに加えて池上秀法、小坂市伝との内美書、そうした作品展を行います。まあ、6月についてはまだまだコロナの影響でいろんな施設をいろんな企画を駆使して、たくさんの皆さんに見てもらえるというところまで来ておりませんけれども、徐々にこうした取り組みも今後進めていきたいと思います。で特にブルーベリーがいよいよ始まったり、またスイートコーンが始まるということで、これから徐々にそうしたことが復活をしていくということになります。山本ワインについては後ほど、入って話をさせてもらいたいと思いますので、ここまでのところでご質問等あればお願いをしたいと思います。この木製カップホルダーなんですけど、皮脂を使ってみて使い心地どうでしょうか。これ私2回ほど使ってるんですけど、やっぱり熱いお茶が入った時には非常にこう持ちやすいというか、あったかさがあるというか、でなかなか使い心地はいいです。でしかもこちら桜ですので、まあ、こう桜のイメージをしながらとか、まあ、そういう点においては、まあ、デザイン他にもこれから出てくると思うんですけども、まあ、いろんなものが出てくることによって、地元の、まあ、木の使用というふうにつながっていけばいいかなと、まあ、わずかなんですけども、こう木のある暮らしというものをもっと進めていければなと思います。これは市販されるということなんですか。最終的にこれ市販されるのかな。今とりあえず30組作ってあるんですけども、まあ、今後職員の中で使って検討していくということのようです。まあ、市販したいですよね。まあ、数が出ればもうちょっと安くなるかもしれないんですけど、まあ、何でも安ければいいってことはないんだけども、まあ、市民の皆さんとか市以外の皆さんにもこう伝わっていくことがあればいいんで、まあ、市の職員というよりむしろ市販の方向でまた考えてみたいと思います。
他に質問等ございましたらお願いします。はい、このカップのことなんですが、中日新聞の中島です。これは市が業者に作っていただいたんですか、今回のために。もともとあるんですか。いや、これは初めてです。例えばここに名札をこう差し込む、まあ普通プラスチックなんですけど、それを木に変えたりとか、まあいくつか地元の木を使ったまあプラスチックから置き換えるってことを昔からまあ以前からやってきておりまして、その一環がこれということです。ですから市の方から作っていただいた。そうですね。で30組を購入したと。そういうことですね。ちょっと調べないとわからないので、予算を確保して作ってもらって、それを購入してこれを使っていく。で今後についてはこの一般に販売したいので、そこら辺を、まあ、制作してもらいながら、まあ、販路を見ていくということになろうかと思います。わかりました。すみません、農政課の柴と申しますが、毎回稲ワイン工房の村田社長、それから山ぶどう生産者の会の小倉会長に来ていただいて、発売の前に発表させていただいているんですけど、ちょっと今日都合がありまして、来ておりませんけれども、資料に基づきましてご説明をさせていただきます。まず原料の山ぶどうですけども、まあ、新品種ということで、新大の農学部の春日教授と伊那市が連携して新しく作ったというものでありまして、平成27年8月に品種登録をしております。まあ、当初から伊那市の中だけで栽培して伊那市が加工してきたということでありますけれども、昨年度改めて契約を結び直しまして、まあ、伊那市が独占的通常利用権を信頼から得ているということで、これまで通り伊那市内だけで栽培して伊那市が加工して、まあ、国産品として売っていくということであります。このワインですけども、平成23年産から、ワインを作ってまいりました。まあ、2年作りまして3年目から山紫というラベルを貼って、作っておりまして、第7回目のワインになりきたということであります。ようやく初産地のように、今年のワインの出来はどうだったかなというようなことが言えるようになってまいりました。そこに赤で書いてありますけども、今年のワインは、酸味が抑え気味であった昨年に比べて酸味とのバランスが取れて、より深みのある味わいになったということでございます。この辺はですね、ちょっと私も空いたのがあるということで、ちょっと1日2日経ったのをちょっと少し舐めてみたんですけど、ちょっと私のようなものには何とも言えないんですけども、ワイン工房の、村田さんの表では、このようなことということであります。まあ、いずれにしましても、今年1月に、皆さんワインを愛する会というような会にして、市内のソムリエの方に使用もいただいたところですけども、非常に評価が高いということで、まあ、伊那市の特産品として胸を張って販売できるということでございます。そこにありますように2500円の税込みで520本ということで販売をしていくようになります。長野県市南さんを通しまして、市内の小売店、それから、まあ、近くということで西沢の新大前支店、それから新大農学部のそばの上倉というところで販売をさせていただきます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。それと本数が520本限定ですが、はい、先ほどラベルをこの山紫ですか、はい、ラベルを貼り始めて 7年目です。最初は平成25年、そうです、25年産5年産のほどからで26年の発売から、なるほど、はい、
で、これは2019年産の丸を使っていると、はい、いうことで、量としてはどうなんですかね、過去と比べると。ブドウの取れた量ですね。あの本数です。本数ですか。はい、あの取れた量でもいいです。そこ山さん、昨年が748キロということで、ここ3年くらいですね、ずっと700キロくらいなんですけども、はい、だんだん植えた木が育ってきましたので、はい、この半期は、1400キロくらい上に回るブドウを取りたいなと思っているところです。はい、今、市内で栽培しているのは約 1.9 ヘクタール、はい、11人の農家さんで、はい、栽培しています。その11人の農家のうち、今回のこのワイン用には748キロ収穫したんですが、はい、それは4件なんですね。そうです。で、そうなると、あと山紫 の, あのプレミアムってのがありましたね、はい。あれはこの後、あの今、樽の中で流しておりますので、はい、12月に売買させていただきたいと思います。それの分が748キロとはまた別にってことですよね。プレミアムも合わせて748円。合わせて748円、はい。そうすると、この今回発売するプレミアムではない、この江戸紫だけの収穫量っていうのはちょっと分からないですね。切り分けは無理ですから。すいません。否定させないでください。ありがとうございます。他にご質問ください。あ、すみません、日焼け売りテレビの田中と申します。あの戻ってしまって申し訳ないんですけれども、あの今回あの、ま、エコの取り組みのエコバッグですとか、あのこういったものですとか、あと電気、あのそれぞれエコの取り組みをあの今回されて、あの発表されたということですけれども、あのそこに対するあの思いを改めて。まあ、やはりあの先ほどお話をしたように、まあ地球温暖化がどんどん進んでいるという状況の中で、まあ私たち市民ができることっていうのは、ささやかなんですけども、ゼロではないと。ですから、あのできることをやっていこうという、まあそうした一つの形です。まあ火力発電所も石炭をバンバン回して電気を作ったりとかいうことはあるんですけど、そうしたところにブレーキをかけるということは当然できないんですけど、でも私たちができるものというのは随分ありますので、まあ、そうしたことがこのエコバッグだとか、まあ、レジ袋をやめましょうとか、まあ、こうしたあの脱プラスチック、まあ、代替品のあるものについては、変えていこうということ。またあの今後については自動車なんかもですね、やっぱりそうした生活スタイルの中で自転車というものを取り込んで、自転車の活用計画も作りまして、今国の方に出しておりますので、まあ、そうした生活スタイルだとか、まあ、いろんなところがこれからエコという部分で絡んでくるんじゃないかと思いますね。まあ、そうした社会を早く作らないといけないんじゃないかというふうに考えています。ありがとうございました。他にご質問等ございますか。この山紫について私が市役所へ来て間もなくから取り組みが始まりまして、で、まあ、信州大学と一緒にやってきたんですけども、最初100を超える種類から選抜をして絞って絞って、で2種類まで持っていって、それが最終的にはダブルワンというところで、それを今いろんな皆さんに、まあ、栽培してもらっているということです。だからあの、まあ、当初は山ぶどうのワインというのは非常にこう渋いとか酸っぱいという印象が非常に強かったんですけど、やっぱりあの絞ってきて、でしかも品種を絞ってくる中で最も機能性の高いものを作ろうという、そうしたコンセプトでやってきましたので、ポリフェノールにしても、まあ、いろんなあの成分も、最も高いと言われているワインの十数倍あるという、まあ、飲んで健康になるようなね、そうしたあのコンセプト、それから、まあ、この地ならではの、まあ、そうした山ぶどうということでやってきたんで、本当に私としてもあの、まあ、ワインを飲む人間ではなかったんですけど、
最近はやっぱりワインを飲むようになってきました。とても美味しいワインだと思うし、で、私のようなそのワイン通でない人間が、評価をしても世間の評価と違うとまずいので、できた時から東京にいるソムリエ、またこの地域にいるソムリエの何人かの皆さんに試飲をしてもらって評価をいただいて、で非常にそれぞれ高い評価をもらっておりますので、これは間違いないというふうに自信持ってこれからも栽培をしてワインの製造をして販売をしていきたいと思います。他にご質問とはよろしいでしょうか。それでは、質問の方以上とさせていただきます。次回の開催でございますけれども、7月の21日火曜日の午後2時からの予定でございます。こちらの討議室で行いますのでよろしくお願いをいたします。以上をもちまして定例の記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。